処刑人の剣処刑人の剣は死刑執行人が残死刑のために使用する剣である。両手での使用を意図されていたが、その前兆は一般的に片手剣と同程度であった。つは極めて短く、大抵はまっすぐで、塚頭は洋なし状もしくは切り子状をしている。戦闘用の刀剣と異なり、刀身に切っ先がないのは突くための機能が不要であるためである。 中世ヨーロッパでは、斬首刑は普通の剣で執行されていたため、処刑専用の剣として知られる最古の例が登場するのは1540年頃である。この専用の剣種は17世紀に至るまで使用されたが、18世紀前半にギロチンによる斬首刑が行われ始めると、急速に使用されなくなった。刀身はしばしば処刑や拷問の道具の図、あるいは、 キリストの卓形図などのシンボリックなデザインで飾られ、そこには道徳的な内容の名文が添えられた。例えば、フランス・パリの死刑執行人であるサンソン家が司法省から授けられたという剣は、刃渡り4ピエ、柄の長さ10プスで、元に近いところに正義の剣と彫られていた。また、15世紀ドイツ・フランクフルトで使用されていた剣には、この剣を振り上げしとき、 我はトガニーに永久の名を祈らんと刻まれている。処刑人の剣は処刑に使われなくなった後も時として行列の中で司法剣の象徴として用いられ続けた。ありがとうございます。